千六百三十九年、江戸幕府は鎖国を開始しました。三大将軍家光が。ある国の船の来航を禁止したことが鎖国のスタートだと言われています。ピンクの空欄に入る国はどこでしょう。ポルトガル船の来航禁止が鎖国のスタートでしたね。キリスト教を広めさせない。海外とは一切関わらない。 幕府が海外貿易を全部独り占めする日本は江戸時代のほとんどの間外国と関わらない引きこもりの国でしたイギリスやスペインポルトガルなどは1630年代前半から日本との貿易関係はしばらくありませんでしたただし鎖国中の日本も これら一部の国や地域とは貿易などをして関わっていました。また、それぞれの地域や国と貿易をする港も決められていました。日本との交流を認められたオランダや中国も、長崎の出島の敷地内でしか貿易したり住んだりできませんでした。江戸時代の後半には世界の状況も変わり、 日本ののの周りりにに外国の船がたくくさん近づくようになります教科書1792年ロシアの施設ラクスマンが日本人漂流民の大黒屋光太夫を根室の港に送り届けて日本に通称を求めましたしかし幕府は「うちの国は長崎でしか貿易を受け付けてないから」とラクスマンたちロシア人を受け入れず長崎への入港許可証を渡しました。 1804年今度はロシアのレザノフがその入港許可証を持って長崎ならいいんでしょと長崎にやってきましたしかし幕府はレザノフたちも受け入れませんでしたこのロシアの接近をきっかけに幕府は蝦夷地つまり北海道の調査に積極的になりました1808年 イギリスの軍艦フェートン号が長崎に侵入しましたフェートン号はこれまでのような貿易船と違って軍艦っていうところがポイントです実は当時ヨーロッパの中でイギリスとオランダは対立していてイギリスの方が立場的に強かったのでイギリスはアジアにいるオランダの貿易船を追いかけて脅したりしていましたフェートン号はそうやってオランダの船を追いかけているうちに燃料である薪や水、食料が足りなくなって 日本の長崎に立ち寄ったのです。ちなみにイギリスは当時、世界中に征服地を広げ、世界最大の領土を持つ、大英帝国と呼ばれていました。イギリスはすでにインドや中国にも進出し、日本にも興味を持っていたんですね。これ、長崎の出島の港に現れたフェイトン号です。あれフェイトン号ってどこの国の船でしたっけイギリスやのに、 オランダの国旗を掲げていますこのオランダ国旗が見えたから出島にいたオランダ商人たちは仲間の船だと思い込んでボートでフェイトン号に接近します仲間が来たぞようこそ出島へこっちこっちオランダ商人たちが近づいていくとフェイトン号のイギリス人たちは向かいに近づいてきたオランダ人を捕まえて人質にしてしまいますそして長崎に 薪や食料、水を要求ししてきました長崎奉行はフェートン号を追い返そうとしますが江戸時代始まってしばらく戦なんかしていなかったので警備のの兵を集めるのにかかかなりり時間がかかりますおまけにフェートン号には日本が見たこともないような最新式の大砲が載っていたので結局日本側が浸水や食料を渡し人質のオランダ人は解放されてフェートン号は長崎を去っていきました。 これをフェイトン号事件と言います。その後も日本の周辺ではイギリスやロシアの船の目撃が多発し、幕府はとうとう千八百二十五年。異国船打ち払い令という法律を出します。異国船打ち払い令。その名の通り、日本に近づいてきた外国の船は。どんな船であろうと、容赦なく追い払えという法律です。千八百三十七年、大阪で大潮の乱が起こり。 日本中がまだ混乱していた中、また幕府を驚かせるような事件が起こりました。1837年6月アメリカのモリソン号という商船が浦賀にやってきたのです。神奈川県の裏側、江戸にもかなり近いですよね。では問題です。浦賀に近づいてきた森孫号はどんな目にあったでしょう？そう！ モリソン号は異国船打ち払い令の命令通り幕府軍の大砲の攻撃を受けて追い返されたのです。1年後オランダから幕府への情報書風雪書きで分かったことです。あのモリソン号は実は遭難した日本人漂流民を送り届けに来てくれた親切な船だったのです。これをモリリソン号事件と言います日本は親切なアメリカ船に対して とんでもない仕打ちをしてしまったのでした森尊号は帰っていきましたがアメリカ人は見逃しませんでしたこの時の幕府軍の大砲は全く森尊号に届いていなかったことを森尊号事件での幕府の行為を批判した学者が高野長英と渡辺加山です世界の国々は近代化をしている中日本はいつまでたっても鎖国をしているこのままでは 日本はヨーロッパの強い国に侵略されてしまうぞ。高野長江と渡辺火山は、こういった幕府を批判するような内容の本を書き、その本は世の中で密かにブームとなっていたのでした。二人は幕府に捕らえられ、処罰されました。これを、晩社の獄と言います。渡辺火山は田舎で禁止、高野長江は無期懲役となります。4年後、高野長江が入っていた牢屋が火事になりました。 江戸時代、牢屋が火事になった場合は囚人は逃げてよくて3日で戻ってくれば刑が軽くなる仕組みでした。高野朝鋭はこの火事のどさくさに紛れて脱獄するのです。自分の支援者を頼って田舎を転々としていましたがやはり高野朝鋭は江戸で蘭学を勉強し自分の考えをもっと広めたいという気持ちが強くて江戸に戻ってきます。しかし幕府は高野朝鋭を指名手配し 江戸中を探し回ってます彼はどうやってバレずに江戸で暮らしたのでしょうなんと賞賛という劇役を顔にかけてわざと自分の顔を焼いてしまったのですしかし一年後幕府の追手に正体を突き止められた高野将英はもはやここまでと追い詰められて自害したのです渡辺火山も同じく自害していました日本は変わるべきだと時代の変化をいち早く感じ取っていた先駆者の死は ペリー来航の四年前のことでしたモリソン号事件の後高野長江や渡辺火山のような幕府を批判した人物が晩車の極で処罰されたことを抑えておきましょうその後幕府に衝撃の知らせがやってきますなんとアヘン戦争でシンがイギリスに負けてしまったのですこの辺でようやく幕府は気づき始めます アジア最強のシーンがボロ負けするなんて俺らもしかしてヨーロッパやアメリカに喧嘩売ってたなんて無謀なことしてた ?1842 年幕府の老中水野忠邦はこれまでの異国船打ち払い令をやめ「天保の浸水給与令」を出します「外国船が日本に近づいてきたら薪や水食料などを与えて穏便に帰ってもらってね」というものでした。あくまでも、 江戸幕府はまだ鎖国を続けましたそうあの男が日本にやってくるまでは